MCF-7 細胞。MCF-7 は1970年に69歳の高カソイドの女性から分離された乳癌細胞株である。MCF-7 はミシガンキャンサーファンデーション -7 の当時後であり、1973年にヘルベルトソウルと同僚によってこの細胞が樹立されたデトロイトにある研究所を意味している。ミシガン癌財団は現在は、 バーバラ・アンパルマノスがん研究所として知られている。MCF-7 以前は、がん研究者は、数ヶ月より長く生き続けることができる、乳腺細胞株を手に入れることができなかった。フランシス・マリンというナノ患者は大多数のがん研究者には知られておらず、1970年に死亡した。彼女の細胞は乳がんに関する現在の知見の多くの源である。 サンプリングされた当時、彼女はミシガン州モンローにあるマリアの汚れなきお心の下部会の女子修道会の修道所であった。MCF-7 とその他2つの乳癌細胞株は乳癌細胞株について研究した研究を報告したすべての要約部の3分の2以上を占めている。MCF-7 細胞の特徴は以下の通りである。この細胞株は 細胞質性エストロゲン受容体を介したエストロゲン処理能やドームの形成能を含む分化乳腺上皮組織の複数の特徴を保持している。主要エシンシアルファは MCF-7 乳癌細胞の成長を阻害する。高エストロゲン剤による処理はインスリン様成長因子タンパク質の分泌を調節する。PIK3CA のヘリカル変異が MCF-7 で同定されているが、アクトの活性化は低い。ありがとうございます。